はいどうもありがいまあのあのやほんとやこんばんはちょっとじゃあひげそりするわちょっとマジでに妊娠しにあののぼせちゃうかのうちゃん元気なパッピーハッピーおかえりなさいちょっとあのあれちょっとや あーちょっとシェービングフォームやるわ。はい。元のぼせちゃうわ。髭だけ剃るな。久しぶりに来ました。のぼさんといい髭剃って。えー、通知来た。髭剃りちょっとね。あの、シェービングフォーバー。ねーこれね、トム・クルーズです。トム・クルーズのね、あのパッケージのやつ。お久しぶりです。今来た人ってう人もいるんだね。今来た人ってのは。いいっす。あ、なんか、うん。ちょっと待って。うん あーもう本当さーやんなっちゃう本当ねなんで仕事ないの申請かまってちゃうイケメンあやさん通知で起きるなんかさーやーちょーっちゃうホンなん仕事ねえんだけど何も仕事ねえよ ほんとに、ハゲた。仕事や。残って視力よくないよ。あん、2.6度は。マネージャーに行ったら、まったくテレビとかさ、ライブ、ライブしかねえじゃん。ねいやラ、ライブとかフェスとかありがたいよ。シカのとかさ、ビバラロックフェスとかさ。何もねえがんねえ。ゴミだよ、ほんとに。<laughs> 他のメンバーとか何、いや、俺もゴミだってよ。最近別にまともに曲作りしてねえしさ。うん。 テレビ最後にいつ出たのいつえ、テレビ最後に出たのってないか。あ、捕まった時でしょ。ね。ゴミじゃないよ。プロモーションの仕事くろといいですね。ほんとだよね。うーん、マジで。なんなんだよ。仕事がマジでない。お、暇なんだってずっと。ずっと暇なんだよ。尺を使って、休みはゴミになるよね。 だから、ずーっと暇なんだよ。何もねえんだよ。ずーっと残すはお金持ちよ。え、金持ちで。金持ちだよ、ねま、マジで。貯金大丈夫。何言ってんだ、貧乏人どもめ。お前ら貧乏人と一緒にすんねん。うん、貯金はめちゃめちゃいっぱいあるから。ね。1億6千万ぐらいあるから。うん、お金入るから、かまっちゃう大丈夫か。うん。 いや別にいいけどさ、なんかテレビとかさ、ラジオとか出てえよ。うん。マジで。あ,あテレビとかラジオとかさ、アベマ TV、ああアベマ TV とかいいな、お金持ち。ああビットコイン。私あったら、お前が。ちょ、そるそるね。ちょ、真面目にそらし、そらして。たまにあの、マイク・ベルナルドみたいに、血出ちゃうから。 ああ、どいつもこいつもさ、テレビ出やがって芸能人みんな死ねえよ。なもうさ、みんな死ねえよ。テレビとかさ、ラジオとか仕事があるさ、芸能人。全死ねえよ。ほんとに。キングヌーあいつらもうさ、死ねえよ。なあ。あいつらめちゃめちゃさ、仕事あるやろ。な 今日、サンデルなってなよ。サムに決まってんだろなあ。ああ、亡くなってる人多いね、今月。何うちだいいやとかあいつも売れったらセカは好きじゃってない。セカは死ねえや。本当にや。あいつら、あいつらも売れすぎだろ。本当にや。マジで。なあ。ああ。 ピエール竹もらそう。だから電気グループがまたそれで、ね、なんかね、再評価されてるみたいな。もう電気グループ死ねえよ。みんな死ねえよ、ほんとね。なあセカワは死んだら困るってなんであ、セカワ、セカワはファンの人か。うん、遠回し、セカワよりの子さんが天才。いや、別に天才とかどうでもいいんだよ。嫉妬だよ。うん。みんなし、ね、深津さんこいつ訴えていいよ。 訴えるよ、吹かせ。訴えてみろよ、この野郎。嫉妬するに決まってんじゃん、死んだ、レジェンドでよける。あのさ、嫉妬するに決まってんじゃん、ほんな、うん、マジでさ、うん。嫉妬に決まってんじゃん。うん。さ、う、と、ん、ちゃん最近ゼロ出た、あ川最近なんかゼロ出たの知ってる ゼーローってなんかさ、あれ、うやってたよな。うん。俺、中指立ってかんねあのテレ、テレビ、なんか見ながら。中指立ってかんね何、こいつらって。み、見てた、見た。うん。ちょ、マジで見たよ。うん。リアルタイムで。うん。中指立ってたの。なんだ、こいつらって。うん。なんでって。嫉妬だよ。 しっとしっと。嫉妬嫉妬あ,あ、見てた見てた。リアルタイムで見た。<laughs> あ,あ、おやすみなさい。ああ。ああ、テレビな。テレ、まあ、テレビだけじゃなくてもいいけどね。うん。別にテレビ出えなくても、なんで仕事ないのそういったさ、ことを聞く。っていうさ、こと。いやー、 お前、いつか、あの、人殺すよ。あの、言葉で。言葉でね、人を自殺に追い込むようなね、上司になるよ、お前は。もうね、わかるでしょそんなさ。なんで仕事ないのとかさ。普通にそんなさ、聞くもうほんと、死人に無知打つみたいな。死人に無知打つみたいな。死。<laughs> <laughs> 死人にむち打つみたいなこと聞く <laughs> デリカシーにかけん <laughs> もうさ言いたくもねえようんわってかわかんねえよ、うん、死人だったのかって死人みたいなもんだろ世間的には神聖がまっちゃうなんってイメージもう和ンだろ世間的には和ンだろ お前らからしたらオワコンじゃないってな。ここは新聖かまっちゃうファンクラブだから。なお前らは別に、新聖かまっちゃうわ。そんなことない。終わってないよって。お前ら言うかもしんないけど、世間的に見たらもう新生かまっちゃう名前なんて。そら出てるほんとにさ、オワコンなの分かってるじゃねえかって。バカ野郎俺5年前から分かっとるわ。てか5年前かと、もうもっと前から分かっとるわ。<laughs> ぶっちがもっと前から分かっとるわ。 <laughs> ふざけんなよそこはマジだぞ <laughs> もっと前から分かってるよ俺新鮮なおばあちゃはワコンだなってうんてかそもそもだって,にだってさ 9, 9年前10年前10年前とか9年前にさもうお前らワコンだなってさ、ね、お前らだって言ってたじゃんあ、まもう早がれよああ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 あ ハゲ取るじゃないか。這い上がれよ。だから、這い上がるために、頑張って配信してるんじゃないですか、今。頑張って風呂入ってんじゃん。オリンピックで歌おうよ。うん。頑張ってさ、オリンピックに向けて風呂入ってんじゃん、今。風呂配信してんじゃん。なあお前今、だって俺今こうやって配信してる時点でさ、頑張ってるよ。なあ前に進んでるよ。前に進もうというさ、意志があるよ。うん。 いや、俺はマジで。俺やっぱすごいよ。うん、いいからラリってるとはいえ、今。ラリってるとはいえ、俺は本当に、だって、本当にダメ人間だったら配信とか絶対しないからね、今ここで。うん。俺はまだまだなんかね、ある、あるんでやっぱ、絶対。まあそれは自分でもわかるけど、情熱は俺はまだまだあるよ。うん。<laughs> When the night Has come In the rain that, In the moon lie we lie we see No I won't Be afraid No I, I Won't be afraid, cause alone, as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. As you stand, stand by me, stand by me. ふぅー,ーイェーイうぅーちょっとよ上がるかもうのぼせてきちゃった上がるか上がるかのぼせてきちゃったから上がるか妊娠する上がろう上がろう伸せてきちゃった ちょっと、けどほんと久々だね。これも2週間ぶりぐらいだね。風呂配信とか冷蔵庫配信とかね。うん。めっちゃ久々じゃ、ね、冷蔵庫の中さ。冷蔵庫の中映すとかね。乳首見せるとか。いろいろなんか久々だね、今日ね。 ちょっと待ってのぼせてるやばい <laughs> のぼせてるあーのぼせてるちょっと今あーちょっとちょっとちょっと待ってのぼせてるのぼせてる ああ。じゃあちょっとこっちでも見といてくれ。ちょっと待って、今から、あのね、今からね、ぼっ、ぼっき、ぼきするから、チンコ出すから。ちょっと待ってて。いやー、ほんとにね。いやけどね、ほんとにね、あの、今日の配信をね、今日の配信を、する。 今日の配信10日ぶりなんですけどもねあ16日ぶりかあの10日ぶりなんですけどもあの今日の配信10日ぶりなんですけど10日とっとっとととととっ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 とととととっ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 とですけとどとっ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 と ずっとね何もしてなかったずったずとねコンビニとかイオンとかねスーパーとかは行ったけどねあとは外食とかも電気屋さんとかいろいろ行った,行ったけど外にちょっとね千葉千葉千葉ニュータウン千葉ニュータウンはちょっと行ったけどほとんどほとんどサイゼリアとか行ったけど ほとんどもうね、もう家、家でぐだーって、ベッド。あの、僕ね、ほんとね、あ、そう、あと三度寝とか。三度寝めっちゃ多かった。うん。幽霊少女の CT ツアー終わってから。三度寝四度寝四度寝まではやってないか。三度寝だな。うん、サ三度ネ。がすげえね、した。 うん。もうなんかね、なんか起きても起きてももう眠いんだよ。なんか起きても起きても眠いみたいな。なにこれうん。いや、疲れ、疲れた、疲れたっていうのもあんのかなでも疲れは全然取れたよ。うん。ツアーの疲れは、幽霊レーシーテツアー、シーテツアーの、前回ツアーのさ、あのさ、疲れは取れ、落ちてたんだけどさ、ね。 うん。なんだろうなんだろうなんだろうわからない話すわな、さあな。だってさ、大島くんにしかわからないし、そん当たり前っしょ。ね。なお。なんだお前こいつら聞いたってわかんないよ、大島。おい。な。やばいよな。そんな聞いたってさ。わかるわけないんだから。なんだろう。うでもまあ、とりあえず、すごくね、やっぱ、いつまでもね、やっぱね、変わらないよ、そこは。

いつはでもやっぱ変わ,変わらない変わらないとこやねマジでいやばいホントにそれはうんなんかねうんもう,にもう3度寝とかさすげえしたうんもうなんかせもうだからね生活習慣とかもうねほんと深夜2時 深夜1位とか深夜まあ、忘れたけど、夜、夜11位とかに起きるっていうね。うん。夜11時に起きるとか。ね。うん。全然なんかあったね。朝、朝、朝、なんか昼、昼のなんか1時ぐらい寝て、昼の12時とか、うん。昼の12時寝て、あのー、なんか、そう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 ,そう。夜、 12時に起きるとか夜11時に起きるなんかよくわかんないもうタイムスリップしそうやいろんなことがいろんなことがあれパンツあいたわていうか気づいたらパンツあったわ寝るのがないっすよパンツあったんやはい寝るのが一番ですさえ、はい、マジで はい、あドライヤーします。気づいたら。あら髪型かわいい <laughs>。久々あのお化粧、化粧水あ、化粧水しますか。あもじゃくれてる。あこれは、あの、孔田くん、孔田くんって何が孔田くんってあれ、首切りされたやつじゃん。アルカイダに。 あれし、高田くんじゃなくて、だやっけあいつ、高田ダまさき。ああれなんだやっけ高田くん。高田くんは、あれだよ。高田ダ平は、あれ、アルカイダで首切りされたやつじゃん。だやっけ。あ、須田須田まさきか。うん。スダまさきだ。須田まさきってこんな髪型しなかった。うん。スダまさき。うん。スダまさき。コウダ、田は、ね、懐かしいね。あれね、あのね。 アルカイダのね、首、首ちょんぱされた。あれすげえ懐かしいな。菅田正樹のツイキャスライブはここですかなわけねえだろ、バカ。菅田正樹にちゃ、ねえだろ、俺は。菅田くんかまってちゃん、好きらしいな。ボクブレード、俺の曲のボクブレードって曲が大好きなんでしょ、あいつ。でもってさ、俺さ、それ、それさ、知ってっからさ、あいつツイッターフォローしたん ね菅田正樹の。なあ。あいつツイッターフォローしたんだけどさ。フォローバック来ねえの。な。なんだよあいつ。あいつふざけんねん。高飛車か。しかもあいつ年下なんだろう、この野郎。ねえ、エイタ君も。あ、違うって俺、エイタさんの電話出てなかったさ、今。<laughs> 最近俺、エイタさんから電話があってきて、俺、普通になんか、だから、無記録状態だったから。いや、そうそう、最近かかってきたんだよ。LINE 電話が。 エイタさんから俺だから無記録状態だったからもう電話なんか出る気分じゃなかったからカと,として <laughs> 多分サウナのお誘いかな多分そううんオリデン来たのか僕ブレードスコどうしたらコメント読んでくれるんですかえいやあいやどうしたらって何、えー、エイタエイタエイタさんカとしちゃってすいませんちょっと今はキャス見てないかな見たら早いんだけど ああ、エイタさんの方が年上だよ。ああ、ああ、エイタ付き合わない方がいいって。あ、酒癖悪いからああ、ジャニーズなんかぶん殴ったみたいななんかね。なんかそういうニュースあったもんね。俺も一緒に飲んだらぶん殴られんのかな <laughs> 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 俺とエイタさん、エイタさん飲んだらちょやべえよな。ああ、やばいことになりそう。殴られよう。殴り合い。 わかんないよ。つい、だってエイタさん結構ね、なかなかね、身長2メートルとかある、あるし、なんか結構ガタ良かったから、俺もガタいいけど、エイタさんめっちゃガタいいから、結構強いと思うよ、エイタさん。うん。いや、俺多分勝てないと思う。泣,泣い、泣い、ちゃ、な泣,泣いちゃうかもしんないから。猫パンチで反撃だから、猫パンチで泣きながら反撃、みたいな、感じにな、なん、なっちゃうかも。いや、でもわかんないけどね。うん。 そうだ、のこさん、かっこよすぎ。ああ、ありがとうございます。ちょっと待って、あんまり今、かっこよすぎって。<laughs> ああ、ちょっと待ってください。ああ、目がちょっとね、もうね。 眠くないよ、別に。そこまで。無造作、今、髪切ったからね。髪切ったから、あの、無造作部屋にするとこんな感じかな。うん。うん。いやー、でも久々に結構ほんと自分の顔見たな、俺、マジで。うん。まあ、風呂、風呂入ったことによってちょっと、いや、風呂入ったことによってちょっとね、なんかちょっとイケメンだったけど、うん。 そうそうそう。風呂入ったことによってイケメンだったけど、やっぱちょっと、やっぱ顔が疲れてる。なんか疲れてる感出てるね。うん。顔が疲れてる感出てるわ。うん。ずっとイケメンだろ。おー。うん。じゃあちょっと、あれいつもイケメン。おどうのう、眠いんちゃうのいや、別にあそこまで酒、酒だって抜けたもん、俺。 うん。ウイスキー4杯ぐらいじゃ、そんな酔わねえよ。うん。スカルプしよう。私も顔つがえてる。目が茶色、お茶目さん。髪さっぱり。じゃ、ちょ、スカルプで行くかおいスカルプうん。 あリアップ爽快生え際四角いはい乾きました髪太くなった <laughs> いやだから髪太くなったって最近髪切ったんで太くなったっていうか うん。まあ、おも、おも、前髪重くしてって言ったから。多分そうやって見えるんだけど。まだこれね、リアップ、リアップの効果はまだそんな出てないと思うよ。リアップ。うん。そうそうそう。無造作すぎている。いやけどこれかっこいいな。髪切ってイケメンになった。あ、ほんとリアップ効果楽しみです。髪染めたい。 またいつか冷めたい冷めさぶ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 さ、冷めたーい髪冷めたーまたいつかそういう気分の時あ、疲れてきちゃった。今頑張って叫んだ疲れてきちゃった疲れてきちゃった。 ああいやー今日はの子さんよく配信したようん頑張った頑張ったこんな喋ゃべれて新曲いつ出しますかあ新曲来週出すよお口あいて疲れてきちゃった疲れてきちゃったうんやばいな頑張ったお疲れさえです テスト勉強のお供に <laughs> お前らいつもテスト勉強してるようなんなんそれ本当にさね悪徳業者になんかさ騙されてんじゃんようん収穫お前らいつもテスト勉強してんじゃんねえ もうだってテストシーズン終わったんだろなあほんとによ。なあインター試験とかよ。だからそういうのなんかあったじゃん、3月はさ。ね。インター試験とかさ。なんかそういうのあ、終わったでしょ、もう。だから、もう勉強なんかないっしょ。うあついてス小テストばっかり。うん。多分何、何えーっと、なんもね。いつもてあうん。うん。いやーな小テスト。期末試験。うん。なるほどね。 センター試験とか、そっか。ね。うん。分かってるよな、もう。うるせえな、センターになって。分かっとるわ。分かっとるわ。お前のコメント見て、センター試験って言い直したじゃねえわ。うん。センター試験な。はい、えー、っと、すごい世界だ。勉強偉いよ。えー、インターってすごいす。どうせ成績パリピだから、うっ、な。ビ,アビリだから、受ける意味ない。 働くのつらいあとあと新車あ,ちょとあ,とあとで話そうぜちょっと髪髪をちょっとさ髪をちょっとさあのさ整せてうん <laughs> 大学生やってる浮かれるやつもういいよななるほどね リアップもするよああれけどまだ完全には乾いてないけどいやでもほんとやっぱ前髪重くしてよかったな前髪いい感じっしょでしょ前髪いい感じだよねこれね 前髪今重くしてもらったからさ、ね。すごい良かったでしょ。みんなありがとうね。お茶バガやザっすお茶バガやザっすうん。お茶もう今金、金もらうために今ツイキャス2枠目行ってるから、ちなみに。はい、金もらうために。あんまり来なかったらもうやめます。はい。あんまり来なかったらもうやめます。似合う。新会社会時精神んあ、だからそれ話しち後でしようぜ。お茶バガやザっす。 はに、あ、や、みんなが言ったの。あ、いや、ちょ、お前らコメントで教えてくれたんだよ。前髪重くした方がいいよって、のこさんはって。そう、だから俺はちゃんと言ったんだよ。あお茶ばかイだすあのね、あの、店員、店員によ。店員によ。あのね、店員のカイスナ美容師に言ったんだよ。うん。本当に、あの、重力をつけてくれよって前髪に。あった、重力をつけてくれよって。 言いましたお茶バカあいさつお茶バカあい重力を前髪にくれよって、ね、言ったんですよ。うん。ね、そうだよ。言いました。美容師でいつかカットがさせて、ね、うん、カットしてくれ。お茶バカあいさつうん。カリスー美容師、ダメだ、こりゃ。なあ、お前ダメだ、こりゃって。なあ、おい、おい、カットおっちゃっか。なあ。 おち葉ガーゼス。ああ、ジュアが。ああ、残さず、めっちゃ可愛いおち葉ガーゼス。うまくいったね。素敵。もっともっと。前は行く。いやもう、ね、もう、す、すんのいいから。<laughs> えーっと、じゃあ、リアップねあ。リアップしたら、もう一気に、あの、あれだから。もう、この髪型じゃなくなりますか。うわぁぁわかる いやでも久々、あ、行ったー行ったー <laughs> 行った <laughs> 久々になんかほうれい線マッサージしようと、行ったー <laughs> いや、違う、久々に <laughs>、やったからさ、51キロ。あ、俺え、51キロあっけ体重。うん、行ったー。が、関節症まぁ残ってるよ。うん。 あ、お茶枠、お茶くじゃねえじゃってめえ、めお茶まく十とかよ、この野郎、貧乏人が。うん。ちゃんと、お前、あれはバ、バイトとかやって、お前、お茶に投げろ、こら。ほんとにや。えー、っと、筋肉固まった。ひどじゃねえ、バカ野郎、なもん。お茶く投げろ、この野郎。こっちは、お前、お茶く枠なんだよ、今よ。金もらい枠なんだよ、この野郎。金起こせ。文句言えないで、金起こす、この野郎。顔むくんでるけど、いたよね。うん。 金むくん、か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 、金じゃねえ。顔むくんでるけど、痛い。どういうことおい、こらって、厳しくて腐ってないわ。当たり前じゃん当たり前じゃんだってさ、こっちはさ、今、俺、無記録状態の中で配信してんだよ。うん。この枠は、金をもらう枠で、俺は頑張ってやったんだよ。うん。しかも、こんだけさ、無記録状態の中で喋、喋ってんのによ。頑張って配信やってんだ今、俺。そう、顔疲れてるって、うん。 顔のためなだよ。まあ、全然ね。まあまあ、コメントしてくれてるだけでもね、ありがたいっすよ。えっ、ー、と、まあまあ、ちょっと厳しいね。社会人は皆さんしんだよ。知、う、らんああ、あなた、お金大事でそう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 あ。じゃあちょっとリア、リアップあるね。リアップ。リアップ。正直すぎて好き。ああ。 正直すぎて好きっつうか、別にね。<laughs> まあまあ。ね楽なもんだよね。正直に、俺、毎回毎回昔から言われるんだけど、のこさん正直が大好きですって言われるんだけど。だって別に、ほんと楽なもんだよね。正直にだけだからね。うん。楽なもんだよな。お前らもだから、正直にさ、バン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 言ってきはさ、好きになってくれる人って結構いっぱいいるんだよ。そう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 そ。ういや、マジで。うん。いや、マジ楽なもんだよ。 うん、<laughs> そそううしてみりゃそうだいや本当に俺これ昔から思う俺結構楽だなってそしたら正直に別にペラ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 俺言ってっけどさそうそうそう何でもかんでも、うん、お金でもさ女関係でもさファン食ったでも何でもいいけどさ今でもさいろいろこと言ってきてんじゃんねえうんだからさなんかやっぱなんかやっぱ正直に言った方がやっぱね好かれるっていうねうんそうそうそう アイショット。せやね。正直すぎる。でも配信者なんかそ、もっと正直なやつなんか、もっともっとしょ、なんでもかんでも、正直なやつなんかいるっしょ。別に石川のり、この、これ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 ,これあいつ違いか。石川のりゆきとかさ。ああいつとかそうなんじゃないのうん、横山緑とか。あ、さ、さっきもコメントたけど、よっさん、よっさんとかね。うん。そうそうそ,そ。うん。 配信者なんかみんなそんなもんだって配信長くやってる人なんてうんそうそうそうあんな連中と比べんなやってなんで俺別に俺すごいと思ってるよぶっちゃけってだって金めっちゃ稼いでんじゃん実際問題さあんな連中ってお前ら言うけどあんな連中にもなれないのがお前らじゃんうんあーそうこうやって乗るんですうん すごいよな。ああ。毎日配信してる知らん。俺最近だから配信見てないけど。いや、ほんとに。配信で食べていけんのすごい。ね。配信だけでね、食べていけんの。まあ、僕もそうだけど僕、僕もね、そうだけどね。配信で稼いでる人はすごいよって。いや、お前らってできるんだよお前らってできるはずなのに、やんねえだけだろ。なあお前らってできるはずなのに、やんねえ、やんねえだけなんだよ。 YouTube ーでも何でもいいけどさねえやんねえだけなんだよ,よまあお前らだけじゃないけど世の中の人間ってねマジでさいや俺はな、本当にね人生終わってるやつなんか特に特に人生終わってるやつなんてマジでやればいいのにって思っちゃうのにさねな何なんだよって魅力があるからって何言ってんのリアップって揉み込まない配信でチンコ出したことあるんですかってねえよパパ吉がいいか

でルルルルルルル上はこれで、下はこれ。はぁうん。便座買おうかなぁ便座、7万円パナソニックの、ああ泡が出る。あと俺が近づいた瞬間にセンサーか、センサーを感知して、 あの、こうやってブーンって開くっていうやつ。これすごい。ね。買おうかな。あわ、あわ、いやもう、慌てるとかそれよりも、俺が近づいたらブーンって開くんだよ、便座が。自動オープン。うん。高いね。7万。7万8万。うん。工事、いや、わかんない。いや、確かにいら、いらない。いや、確かにいらなかったと思う。工事とか。店員に聞いたもん。みなな、受ける。さすが芸能人。自分で開ければゼロ円。 いやだ、未来、未来感欲しいじゃんだって令和だからさ。未来感。うん。買いに行こう。買っちゃえ。やっぱ俺みたいな金持ちはやっぱさ。世の中も経済回してかねえと。お金使って。な。お金使って経済回してかねえとな。な。<laughs> 置くだけのやつ。そうだな。増税するしね。あ、確かに増税する前に買うんだったらね。 買うかちょっとまだわかんねえけど、消費税上がる前にね、経済回しをの残さんセレブ、セレブだよ。あ,あ令和の曲作んの、作るわけねえだろ、っせや。ほんとにゴールデンボンパーのやつあれ聞いてねえがんな、俺。ちなみに、ほんとにや。なあ。どうせ俺聞いてねえけど、なんかくだらねえ曲だろ。なあ、ほんとにや。くだらねえ曲だろ。ああ、マジで。ああ。え鼻水、クソ曲だったう鼻水。 花垂らし。ほんとくだらそう。いや、くだらねぎ。いや、くだらねえって言うか、俺、俺、キリュウィくんとか好きだよ。ゴールデンボンバー好きだよ。ゴールデンボンバー好きだよ。うん。マブダチだから。好きだよ。好きなんだけど。好きなんだけど、あのね、俺、嫌いなこところがあんの、ゴールデンボンバー。好きなんだよ。人間として好きなんだよ。曲も好きだよ。だけど、嫌いとこあんの、ゴールデンボンバー。花粉症って。まあ話題ですけど、聞いてないよ、その曲。 VK 聞くんですかってうるせえ。ええー、と、どこ、どこがなあにだから好きやとか、あ嫌いとかあんだ、ね、よ、僕。あのね、それがね、あいつだって、要するにさ、あのさ、パ、あの、パリピじゃん。うん、あいつら人間性がパリピじゃん。自分が陽キャ怪、妖怪みたいにさ、言ってっけど、なああいつ、あいつだ、さ、妖怪みたいに言ってっけどよ。なあパリピじゃねえが、ただのよ。なあうん、ノリが。 パリピだろ、あいつら。あ自分のこと言うさ、な、切り抜くとか、僕はさ、陰キャです、陰キャですってさ、言ってるけどさ、ね。陰キャですとか言ってっけど、ノリが、なんかパ、あの、だからか、例えると、あの、学校の、あのね、学校の、学校の教室の人気者じゃねえかよ学校の教室の人気者じゃねえか、あいつら。そこだよえ、それはわかるでしょ うん。学校の教室の、あの、人気者の軍団。でしょクラスの、学校のクラスの。ね、スクールカーソン一軍だよな、あいつ。そう。なあ。おい、新生かわっちゃんなんて、あのカーテン、カーテンに隠れてる感じだから。<laughs> 学校の教室で。うん。褒めてるみたい。褒めてね、バカ。 それならセカワもカースジョイだよだから言ってんじゃん、セカワもそこら辺ムカつくって。言ってんじゃん、セカワもそこら辺ムカついてるよ、まだによ。うん。あいつら曲好き、好きな曲もあるし、ねえ、サチちゃんとか好きだけど、俺は、セカワは気に食わねえとこもあるよ、まだに。うん。当たり前だろ。カバチャ、近ろ。<laughs> 近、<laughs> せめて授業に参加させてくれよ。うん。いや、それはほんとよ。マジで。 せかい、ひっくるめてキングヌー。いじめられっ子とぼっちは違うもんな。そうだよ。うん。いや、ゴールデンボンバーなんてさ、クラスの人気者だろ、あれは。だからそこだけが、もうかなり僕はシンパシー感じません。何も。うん、何もシンパシー感じないね。そういったとこね別にそれはさ、セカは、えー、でも何でもいいんだけど。うん。そこだけは、それは当然そうよ。うん。ああ。 わわドラゲないって何だよってな <laughs> いかしら別にそこは別にいいだろう <laughs> そこは別に何も言わねえけど俺、ね、最初の配信覚えてますかってどういうこと、うん、どういうことですか最初の配信陰キャラバンドって例えば何言って何やいや新生かまってちゃうんだよ、うん、陰キャラバンドって例えば何それはもう陰キャ陰キャあのメメメヘラインどド陰キャメヘラバンド はほか,かいないなだろう他誰いるかなまあ、他にもいると思うけど誰いるかなちょ、浮かばねえな。うん。いや、陰キャバンドだろ、俺ら。いや、ゃんは陰キャバンドだよ。お前らがどんだけ否定しても、お前らがどんだけね、否定しても、俺は自分で自分で言い続けげ俺は絶対そういや、俺絶対そうと思ってるから。だって俺自身がそうだもん。俺自身がそうだもん。うん。 そうそう,そう,そうだねあと行くよ本当にうんまあかまってちゃんはあとドキュンっぽいとこあるけどまあ言ったら俺だからね新生かまっちゃイコール俺もたまにな,なんかね道端歩いていきなりぶん殴ることあるからさかまっちゃん聞くやつメンヘラ説いやだからメンヘラ説っていうかめいやめさメンヘラも多いだろううんうんサツちゃんはスクールあー、まあいじめらっ子だったしねまあまあいろいろあるけどうんアートスクールアートスクール アートスクールってや、名前やもんよ。アートスクールはボーカルのやつ、あいつ、あいつ、あいつ、あ、な、な、なんでもないっすよ。あい、あい、あなんでもない。あ,あちょっとね、ちょ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 っと、ちょっ今ね。アートスクールとか、もう俺聞かねえから。あんなバンド。あんなクソ、あんなクソバンド俺。うん。俺昔はあれね、あれね。俺ね、俺ぶっちゃけてね。 え、岸田絶対ファッション名ヘラいや、そんなことない。俺会ったことあるんだよ。俺最近会ったことあるんだよ。うん。最近じゃなくて、3年前かな。あの、会ったことあるんだよ。3年前。うん。あの、岸田さんだっけあいつ。あの、アートスクールのボーカルのやつ。俺さ、アートスクールさ、10代の頃さ、こういっぱいあったこいっぱ、うんこういっぱいあったんだよ、俺。2曲。10代の頃。だからさ、あの、アートスクールの岸田さんに会ってさ、 で、酒ベロンベロンでさ、あいつさ、俺と会った時な。酒ベロンベロンで、なぁ。でもってさ、まあそこでも、まあそういうことよ。そこでもまあ一文着があったんだけど、そこでは別に僕手出したりしてないよ。向、向こうもね。なんかいろいろあったけど、なんか、うん。いろあって、あれ、あれだよ。あの、ミスチルのさ、 あれ、あれあったじゃん。AP バンクフェス主催してる人。AP バンクフェス s t 主催してる人ってさ、あれ、だやっけ、名前。あの、ミスチルのさ、ミスチル関わってる人。ミスチルのさ、ピアノ、小畑。そう、小畑。そう、小畑さんが、だから AP バンクフェスに出るっていうさ、時だよ。AP バンクフェスに出るっていう時にさ、な。あのさ、 AP バンクフェスに出るって時にあの出るって時にちょっとね出る前に一応なんか小畑さんがとある場所にとある場所ですげえよリンゴジュースがあれだよリンゴジュースが確か2000円とかヤバくないそんな場所に連れてかれたの小畑さんそうそうそうマイリトーラバーかうんあの小畑さんリンゴジュースが1つ2000円だよ バク <laughs> <爆>ね <laughs> そ,うそ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 ん時うんそう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 ,そうリンゴジュースは行ってたねああ俺昔なんかニコ生でなんか当時行ってたか3年前とか4年前うんリンゴジュースが2000円とかなんかそうそん時そん時に小畑とあいつと小畑の野郎とあとアートスクールのやつとかあと大森聖子ちゃんいたのうん大森聖子隊長もいた大森聖子ちゃんいた んで、みんなでな、会食もうすげえ場所だよ。ほんとに。ほんとすげえ場所だよ。周り、もう金持ちのセレブしかいない場所。ま、あやっぱ小畑だからね。うん、小畑もうだって、もう千億円とか持ってって、持ってるだろ、あいつ。ミスチルのなんか印税で。千億円とか持ってんだろ。やば、そういう場所に連れて帰ってん。でもって、みんなで飲んでたの、最初。ね、お話ししたえでもって、あの体調さっかえって、 で、でもって、アートスクール、アートスクールのあのボーカルのやつと、で、小畑と、俺、俺になって、でもって俺、俺、俺、俺ってか、俺とモノんと千葉君いたんだけど、三人ね、ミサコさんいなくて、でもって、そこでなんかね、話した酒飲みながら、でもって、まあ、小畑いたときは脇あいとちょっとなんか知ったんだよ、ちょっと。で、小畑いなくなって <laughs>、で、アートスクールのそのボーカルのやつと、俺ら三人になって、でもって <laughs>、 <laughs> でもってさ、あのさ、あいつさ、すげえ絡んできてさ、あのバカ、あのバカ野郎。<laughs> あのバカ野郎、キスターかまっちゃうことなんて言ったんですって。いや別に始めったって、いやけ、あの酔っ払ってない時はさ、すげえさ、あの、好きだった。好きだったってか、なんか俺のこととかね、あの、なんか好きだ、なんかかまっちゃいいみたいに言ってくれたら酔っ払ってない時はね、あの、 別のフェスではね。別のフェスでも会ったことあるから、俺、岸田さんって。えー、その時はベラベラ酔っ払ってて、そいつ。あ,あ、あいつな。あ,あ、あの、あいつな。でもってさ、なんかさ、すげえさ、なんかさ、なんかよくわかんないけど、なんか役中みたいな感じでさ、あの、来られて。役中みたいなおあって。多いみたいな。多いみたいな感じになってきて、だん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 ん。最初なんか、ね、あの、のごくん、のごくんみたか。 あとは、あとは何あのモノ君、モノくん、モノくん、千葉、なんかモノくんみたいな感じで言ったんだけど、なんか、俺、俺より前に、俺より前にモノくんとか、多いとか、多いとかなんか、よくわかんない。役中みたいだった。あれ役中なんじゃねえかなていうか。な、役中かしら、<laughs> 役中だ、薬中じゃないと思うけど <laughs>、なんかね、何言ってんだよ、くわかんなくなってきて、リッキーやポンコツゲミ知らねえよ、あんなやつ。あ俺ちょっとね、俺、まあまあ、とりあえずその後は言いません。 はい、その後はちゃんとお互いね、謝ったんで。あマネージャー同士とか。はい、まあまあそこはねその後は言いません。何その後は別に俺ぶん殴って、俺とか木下さんとか、木下さんか、木下さんとか、なんか殴り合いとかしてないよ。だけど、その後、なんかいろいろ、なんか、やっぱお互い先入ってるしさ。いやもうあれほん マジさ、酒飲んで変わるやつ全員死ねえよ、本当にさ、酒飲んで。なんかあったそうなんかあった。あのさ、酒飲んでさ、マジ死ねえよ、本当に。マジで。うん。いや、これ、千葉銀とモノんいたから、千葉銀とかモノんにも今度聞いてみ。<laughs> 絶対他の二人も言ってたから、あいつ何なんだよって。<laughs> あいつ何なんだよ、アントに言ぶち殺しやろ、ほって モノくんとかもね、言ってたからね。あのー、あの、岸田さんが言った後に。へへへ。モノくんいつもそうなんだよ。<laughs> 本人が言った後に言うんだよ。うん。そうそう。<laughs> <laughs> いや、だからさ、いや、酒飲んでさ、変わるやつほんとムカつくんだよ、俺。ほんとにマジで。どういうの、別に先輩だろうがな。先輩だろうが。な。別にさ、先輩怖い関係なくないぶっちゃけずそこは。ほんとに。 ねえ。うん。楽しくないのこさんはってうるせえ。もうやめろ。あ、う、あ、ん、近寄らない限る。うん。いや、最近近寄らない限るって、いや、だから俺、キスタさんとかはじめね、いい感じにさ、なんかさ、俺に対してもさ、うん、うん、うん、のこくん残ぐ、くぐって感じだったんだよ、最初はね。その時の会食も。だからどんどんベラベロベロベロになったかしんねえけどさ。だから、酒飲んで変わるやつはさ、全員死ねえよ。 マジで。うん。小畑が悪い。小畑、小畑も別に、いや、小畑は悪くない、むしろ。うん、小畑は、小畑はいいやつだって、あいつは。いや、あいつはマジでいいやつだった。うん。俺酔っ払っても、どうなのって、俺も酔っ払ったら、いや、俺は酔っ払ったらハッピーだよ。今みたいな感じだよ。今ちょ、ちょっとだけ、ちょびっとだけ酔っ払ってるけど、うん俺、配信の俺みたいな感じよ。うん、暴力的な方にはいかないもん、俺。俺、暴力的な方にはいかねえもん。 インペルダウンに連行しなきゃいけない。ほんとだよな。いや、だからね、この業界ね。<laughs> まあだから他には僕なんか一悶ちゃがあったことはあった、まあいろいろあった、まああった、ああっことあるんですけど、他のミュージシャンとかともね。でもさ、よ、酒はほんとさ、酒飲んでさ、あのさ、変わるやつさ、暴力的になるやつはさ、ほんとさ、周りのスタッフとかマネージャーがまず止めろよ。 ほんと甘やかしてんじゃねえよって。マジで。うん。木下さん問題を。何うん。怖いよね、目は。怖い何が怖いで、本当に。まあ、確かに怖い、うん。怖いし、確か怖いな。うん。初め怖えもん、マジで。うん。どんどん、オラオラで来るから。うん。俺なんか陰キャだからさ。もう、うわ、うわって。引くもん。うわって。うん。 そうそう。お前が言うかって別に俺だって、だから俺はハッピーになる人は俺暴力的になんないもん。俺は酒飲んで。うん。嫌な気分だよな。いや、お前らの周りにもいるだろ、そうやつさ。あれほんと死ねえよな。マジな。ほんとにさ。ね酒も軽い薬、まあまあまあ、軽、軽い薬だよね。ドラッグみたいな酒もな。人によってはな、暴力的になる、ね。周りで、うざすぎて、ね、いや、いるっしょ。あやつほんとぜひ死んでもらったよな。 いや、マジで。酒飲んで暴力的になるやつ。いや、マジで。暴力は本当に、いや、いる。でしょ山口メンバーって、本当だよ。だんだんイラついてくるいや、いや、いや、そう、俺の、俺の場合、毎回そうあ。そういうのに絡まれたら。最初はいいよ。最初はいいよ。だって、俺もだってさ、ね、アートスクールのさ、あいつの場合だってさ、別にか、10代の頃カバーしたし、いい曲だなって、そういう思い出あるしさ、悲しいよ 悲しいよマジで悲しいよ、俺はうん。マジでなな何なんだよ、本当によ。ねえ悲しいよそしてよくから、え、うんうん、酔って街中でゲロ吐くやつも最悪。それ僕です。うん、それは僕です。僕やったことあります。うん、中学3年の同年だよな、女のね、うん。酒を飲んだ後が本心だからな。そうですよ なあ。え、そうなのわかんないけど。いや、わかんないよ。だって、暴力的になる人ってどうなんだろうね。うーん。特に、ロックミュージシャンの人はさ、やっぱさ、あの、ヘイトが、うちな、うちにヘイトが溜まってるから、な。うちにヘイトが溜まってるからこそ、酔っ払ったらもう、暴言とかさ、暴力的になるって人が多いらしいよ。うん。だからといって、それが言い訳になるわけねえだろ、この野郎ヒカキンとか楽しいよ。 ヒカキンとも飲んだことあるけど、ヒカキンスーパーマリオやってくれたもん。トゥーン、トゥーン、ゥンって。うん。最後、バーイって。ヒカキンは本当にね、最後絶対ね、俺もう、あのね、何回か会ったことあるけど、あの、ヒカキンは絶対去るときに、プライベートだよ。最後、バーイって言ってくれ。<laughs> バーイって。いや、本当にね、あいつは本当にもうね、 億もう億万長者になって、もう、許しちゃう。もう何でも許せる、ヒカケう,うん。うん。ケにぶん殴られても多分俺許しちゃうかもしれない。うん、素敵な人いやほんとエンターテイナーだよ。いや、日陰はマジだよ。マジマジ。うん。マジでエンターテイナーだし、いい人。本当にいい人。うん。うん。ふかせ酔っ払ったらどうなんのさあちゃん サチちが酔っぱったらどうなるのってんのよ。あいつだってもう配信したことあんじゃん、ツイキャス。あんな感じでずっとちん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 とか、下枝とか、ね。言ってたじゃん。うん。なんかひどかったじゃん。一緒にツイキャスやってた時、さっちゃんとさ、あ何年か前。あんな感じよ。けど本当はあんな感じよ。うん。そう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 。人、人変わるあいつも。あいつけど人変わるけどさ、 あいつは人変わるけど、別に悪い方向には変わる、暴力的になったりしねえじゃん、そんな。うん。そうそう、あいつは。まだハッピーの方じゃん。そう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 。暴力はダメだよな。本当に。暴力的になるやつは。うん。可愛かった。千葉銀のこと蹴ったやんって何があ何があそれは千葉銀が、千葉銀にこちょっと蹴,蹴ったって知らねえけど、あ、あ蹴,蹴ったな、たらなんかな。<laughs> それ昔の話だろ <laughs>。は千葉銀のことそう。俺を、なんか蹴ってたらしいな。なんか、俺を見たのかなんか忘れるけど、見た、見たのかな近くにいたのかなうん。千葉銀蹴っとばす、蹴っとばされたような記憶ちょっとあるな。うん。ああ、最初。千葉銀と喧嘩したもん、あの、深瀬くん。深瀬くんは千葉銀と初、初,初対面の時ね。千葉銀と喧嘩したわ、あいつ。ああ、芸能だ。 陽気になるならいいですね。飛び蹴りってやいよ。ちげえよ。どうでもいいよ。喧嘩したって。いや、あれは、あれは、千葉銀も俺はあれ、たから見て悪いんだけど、千葉銀もはね、なんかね、千葉銀もあいつもあいつだよ。<laughs> いや、ぶっちゃけ、どっちも悪い。俺か、俺、俺もう、たぶんたから見、覚えてるから見たと思う。あれ見、あれ、どっちも悪い。ぶっちゃけ言うと。<laughs> <laughs> 千葉銀も千葉銀で、ね、なんかね、紙ってなんかな、いや、なんか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 あいつもあいつでなんかね、 なんかな、なんか言ってんうん。そうそうそう。でも、ま、でも、あの、深瀬くんも、深瀬くんのが暴力振る、振るってたから、あいつのが悪いよ、深瀬のが。あのさーちゃんのが悪いよ。あ暴力振るってたんだから。喧嘩両押せばいい。いや、違う、深瀬のが悪いだろ。俺酒酔えよ。うん。そう、手出すのはダメだよ。ね、手出すのはダメ。<laughs> いや、手出すだろムカついたら。 いや別に、その、サトちゃんの例は、ま、な、な、それは全部置いて、置いといて、ムカついたら手出すだろ。俺だって手、手出したことあるわ。ねミュージシャンでも相手がね、誰でもいいんだけど。ユキヤが登、ね、手を出すの。女に手を出すのもダメ。なんでなんでだ、だ、男女差別なの男女差別じゃん、それ。女に手を出すのがダメってない。どういうこと最近なんか、あの、なんか、そういう風潮あるんじゃん、なんか。男女差別だって。 ね男だけ、男と女を違う扱いにすんのは男女差別だって。うん。まあ力弱いしな、あ、なるほどね。あ、そうや、あんなさ、確かに。女の人殴ったことあるよ。平手打ちだけど、元カノ。元カノこうやってバーンって。<laughs> 思いっきりぶっ、あ、思いっきり平手打ち。多分、あに、に、何回、何回あるか忘れた。はっ。 猪木かよって。うん。まあそんな感じ。なんでって何がなんでってうるせえな。いろいろあるんだろう。どの元カノだよって。おかしいよね、平等うん。痛い。結果暴力あんた。女って舐めすぎてたらぶたれるよ。ああ、そう。ビンタしちゃったんだ。ああビンタした多分。多分何回か、何回かしたことある俺。何回かっていうか、にまあ多分そんな、そんないっぱいないよ。おと、自分より。ビンタならまだ優しい。 ぶ、ぶん、拳でぶん殴ったことはさすがに本当にないよ。うん。酔っ払ってもだ、キングヌー好きですかキングヌーキングヌーとかお前好きなわけねえだろ、ね、俺ら、本当にや。な。キングヌーとかなん、なんで俺は、俺が好きだからあんなツイートしてやるお前、キングヌーのファンが死んねえけど、ーかお前死ねえ。本当にや。よくお前あんな音楽聴いてられんな。お前、本当に耳腐ってんじゃねえの、お前。本当にや。な。うん。耳腐ってんめえ。えいやー。 うん。ノコさんのライバルはキングヌーだね。うん。キングヌー。うん。キングヌー。あい,つあいつは金持ちでしょ。で、ね、金持ち、金持ちのやつ。金持ちの、ね、芸大大学とかもちゃんと出てる文在が、ロックバンド語んなよ、この野郎。な。ロックバンドでもなんでもねえじゃねえか、こんな野郎。おぼちゃーバンドじゃねえか。な。うん。ライバルなのかよって金持ちっぽい。それはそう。アワチャバガアイザンス。 うん、ライバルじゃないような。まあ飲んでんの。まあ飲むってなんで。まあまだまあ別にまだ,まだこれ4杯目だよ。うんうん、キングヌーさん聞かないことにする。お前自分ないな。そういうのもダメだって。<laughs> お茶バックアイザース。お茶バック来ねえなあ。じゃあもうやめるわ。はいお茶バック来ないんでもうやめます <laughs> はい。皆さん今日は本当にいっぱいありがとうございます。お茶バック投げてくれてはい。ありがとうございます。はーいもうやめるか。 やめないで。うん。いや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 。皆さん今日いっぱいありがとうございます。お茶漠とかコメントとかね。お茶漠だけじゃないよ。コメントとか見てくださってありがとうございます。すまん、金欠なんだ。いやいや、全然ね。コメントでもありがとうございます。お茶漠ありがとうございます。いやー、もうとりあえず、もう、もう、だんみんな,みんな寝てるっしょ。うん。就職活動お疲れ様、ま、お疲れ様、ま。あー、夏休み。はい。 うん、ごめんね。投げちゃった。嫌味があじゃあいや。ありがとざこんですこちらこそありがとざいす。ちょっと眠い起きてるお茶あが挨拶ね。はい、美味しいお茶、お茶、ガーザスはい。これちょっとこれ。ちょっとやめるか。お疲れ様。あ、うん、お疲れさ今度バイトのお金でお茶投げんで挨拶の来たぞ。おせえよ。あお疲れ様です。深夜バイトですね。うん、バイトしたんですね。のこさん、就活するのするね。 うん、俺も就活そろそろしよっかな。もうダメだ。本当に本当に。うん。うあー、おだダやマジで。音楽配信、あ、ライブ配信、ライブ、ライブ音源垂らし流し配信。うん。もうダメや週末するか。うん。あ、ほんとにさ。うん。うん、あ。 何の仕事いや別に新生かわちゃん解散するわけじゃないから。ね。別にす仕業しねえよ。うん。うん。あ,あ,あ、そうや俺、千葉、千葉県に結局いってい、なんかもう、なんかいろいろ話すって言って、全然もう、は、言ってないんだけど。<laughs> <laughs> お茶番解散。<laughs> 千葉県になんかね、ツアーの時俺すげえなんか千葉県にボロクソなんか言ったけど。<laughs> 千葉県に話すって俺、いまだに言ってないからね。もう多分話したら話したでもね、なんかね。 うん、話したら話,話すのかいやだから話してない話したら話しまあ話すとこは話そっかなって思ってるけどうんいいんだよそれでいやじゃ話すとこはちゃんと話す、うん、その音楽性とか、うん、なんかあミーティングとかだから近々あるからあのねミーティングでそう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 ん、そうなのそんな、うん、その愛称あっ何か だからちゃんと言わ,言わなくちゃいけないとか言わなくちゃいけないよあのやっぱね音楽性なんだっけ音楽性とかまあ最近のねうんやっぱ千葉ぎも千葉ぎんでいろいろあると思うからさまあそこはねまあ結婚生活とかさなニコ名前耐え流してほしい確かにそれ絶対面白いと思うねおやすみなさいいい方向に進めといいねいや別にそんないい方向に進むかは分かんないようん ねぶっちゃけでね、新生母ちゃん解散になるかもしれないしね。いやけど俺が解散にはさせない,させないけどなああ、どのメンバーが辞めても、ね、モノックンが辞めようが、千葉県辞めようが、美沙子辞めようが、ん、俺は、俺は新生母ちゃんはもうね、1人でもやり続けるよ。って、たいって言う、絶対に。2、うん、人きりはさでメンバー、何2人きりいや、2人きりっていうか、まあまあ。 なるべく2人きりの方がいいと思うんだよね俺こういうのうんいいね今の4人大好きかっこいいな僕がいるお前なんか入れ,入れねえよてかお前らファンなんか関係ねえこれ4人の話なんだからな俺がいるってじゃあこれは4人の話なんだからてめえらは関係ねえようんいつも俺ライブでさお前たちのメンバーなんだとかさ言ってっけどさお前お前お前何言ってんだ、うん、今これは4人4人当たり前だよだって いや4人四人,人の話なんだよ、うん、4人の話四人でちゃんと話して4人でちゃんと話してってですかまあ俺は千葉銀にはまあまあまあ,まあ言,う言,う言うことは言う言う,うんそれは言うだって最近本当に別に俺配信でも言ってないことあると思うから色々いろいろあったんだよレコーディング最近レコーディングとかもしたしさだから千葉銀に思うことがある,あるんだよなんかやっぱなんかうちのバンドちょっと 音楽性にもやっ音楽性のすれ違いもあんじゃねえかなとかさそう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 も揉めてるのっていや揉めて別にもめてないよもめてるのとかじゃなくて音楽性の違いがあんじゃないかなとかなんか節々に千葉銀と俺なんかあるんであるのとりあえずそういうのだからそれでねうん俺はこの前までクビにするって言ったけど まあ別に首には首にはすね。まあそれは何とも言えんな。うん。今のとこ別に首、首、俺別に首にするとか、ね。あのー、今はちょっと収まってる。ああツアー中の配信の時とかはさ、ちょっとさ、首にするかもしれんみたいに言ったけど、今はちょっとちゃんと話し合ってから。うん。話し合ってから、あいつと。うん、話し合ってから、 あのーうん、ちょっといろいろなんか新生かまっちゃんにとってダメになりそうだったらクビにするっていうのはあると思う、うん、そうそうそうそ,うそれはガチ、うん、それでお前らはど,どうだかだとかねああだこうだこうだこうだとかアホ踊りみたいに言うかもしんねえけどうるすそんなもん知ったこっちゃねえんだよなこっち4人の話なの10年間さ、うん、毒抜きか そうなんだアラマせめて天野さんを立会人にいやーこういうの俺二人が一番いいと思うんだけどねそう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 ,うん配信したらダメいやニコラとかツイキャスとかやったらダメだってダメだってもう曲作れ作ってないあ今ちょっとずつ作ってるもう最近何もしてないから俺あ今日は何しないのもう酒飲んでるからこのまま寝るかなあ寝るかもしんない うん、ミーティング配置はダメになるから <laughs> <laughs> 発狂ぜ、ね、配信しないと何やメンバーと話すならあんたっ話すに決まってんじゃんバカ言ってんだよこういう時俺だって千葉銀と千葉銀でも美咲子でも誰でもいいけど二,二人で俺話話話すと話したことあんだよ千葉銀でも過去に、うん、千葉銀と二人きりで、うん、実は何年か前うん 千葉乳で。千葉乳のコ,ココスだよ。い、う、ま、ん、だに覚えてるけど、千葉乳のココスだあ。近くにあれココスあるんだけどさ、近くにココス、ファミレス。うん、そこでね、そう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 。千葉乳のコ,ココス近くにあるんだけど、あのね、そこでね、千葉銀とね、二人でね、じっくり話し合ったことあるんだよね、二人きりで。あの時もなんか多分ね、 そう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 まあだからぶっちゃけてまあそれはそれとこれとは別にしてまあほんとんかあったらまあそれは本当にねぶっちゃけて遊びでやってんじゃねえんだよ親生かまっちゃう俺だってうん あの音楽性とか,なんかさっきも言ったようにちょっと食い違いがあるんだったら俺はクビにするようんそれはある、うん、ちゃんとじっくりと話してねいろいろとねまあ、千葉銀も千葉銀で絶対俺に対してとかうんなんかかまっちゃんの活動に対してとかいろいろ言いたいこともあるんじゃないかなって俺は思ってるんだ最近ねお前ら死んないと思うけど千葉銀の感じやっぱ千葉銀結婚して変わったからな まあこれは勝手な意見なんだけど俺千葉議本人にきはこんなこと言ってないんだけどあいつ結婚してかなり変わったから余裕がなくなったから本当にまずうんまずね本当にねなんかね余裕がなくなったからまあそれは当然だよ子供できたんだからうんそうそう子供ができてキリキリ前なんだからかなりキリキリ前なんだからうんでもまあでもそういうのもあるかもしんないけど うん、そういうのもあるかもしんないんだけどそう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 ,そういうのもあるかもしんないけどまあそれは新生かまってちゃんだから何よりも、うん、メンバーってのお前らからしたらさ4人で申請かまっちゃうとか言うけど俺はそれも分かるそれも分かるんだけどあの申請かまってちゃんは申請あの新生かまっちゃうんだよ まず何よりもそう何よりも神聖かまっちゃううんこれは別に仕事とかうんぬ抜きにしてうんそれぞれ違うと思うけどねそう表現できてこそうん、1年1万あるアペース早すぎじゃんって早えよおかしいよなほんとにやっぱ子供いると世間体とかも大事になってくるからねいやだから世間体かどうか知んねえけど俺そんな知らないよ だからそういったとことかももっと話したほうがいいかなと思ってるようん彼とはねうんうんまあだからちょっと新生変わっちゃうどうなるかわかりませんうんどうなってくるかわかりません今んとこまだうん、そどうなるかわかりません郷ひろみレコーディングはしてないかったね5月にするうんどうなるかわかりませんこれは、うん、メンバーも変わるかもしれないわだカまれは消えるといいね かまあまあだからねいい方向にいくといいねまあまあそうだけどうタバコを吸ってんのに歯綺麗だねねだから僕がこのね歯石除去ねこれをね買ってしまったらオーラルビー買ってしまったらもっと綺麗になっちまうからねうんほんとにうん次のお茶箱いつ うん、次のお茶枠何分後うん。ちょ、金、最後に金だけもらって、ちょっと、20分後って、<laughs> 嘘でしょ。嘘でしょ、20分後って何それ。な、なわけないでしょ。え、90分マジかよ。500万ちょうだいよって、あげなきゃねえだろ、この貧乏に。長いよ。20分、長えな。寝てよっかな。やろう、やってもいいよ。 やってもいいよダンスしてはあお茶グのために生きているの子だ,だからお茶グしろよこら10分後になったらやめません一日中配信つけたらお茶グもらえるよ 寝かせない最近メンバーに会ってるってだから全く会ってないよ俺だから幽霊少女死にてツアー終わってから会ってないからなんかもう2週間ぐらい会ってないんじゃないかなうん寝ていいよ、うん、もう寝ていいよ俺も、ねね、眠,眠いからうんえー、っと3回に1回のアルバムでちょうどいい 千葉銀覚えるの大変なんなんだこいつ何こいつ ?3 年に1回のアルバムをリリースでちょうどいい。千葉銀が覚えるの大変だから。なんだこいつな、な、何こいつこれ千葉があるこいつ、こいつだ、な、これ千葉があるだこいつよ <laughs>。な、なんでな、なんで千葉銀だけなのな。だってお他のさ、 もの、ものくんとか、カイドとか、ものくんとか、あいつらって大変だぜ。なに千葉銀だけなんで。言ったら俺らってそうだよ。ミサコとかよ。おかしいだろ。なんだこいつ気持ち悪いな。うん。もう一回コメントしろ、お前。さっきのやつ。ちょっと NG ぶっ込むから。うん。じゃもう一回コメントしろ、お前。千葉銀、あ、こいつか。ちょ、ぶっ込むわ。えー、っと、千葉銀が大変。はい、さよなら。 <laughs> <coughs> えっ、ー、と「モノガール」は「ノコガール」だよ「うわ」って何が、うん、関係ねえ関係ねえ俺どんどんぶっこんでいくから「うん、ノコ」は曲作りは当たり前じゃんねうんこっちだってよなみんなそれぞれそう大変だよなほんま千葉銀のこと言われると切れるな だって千葉銀のこと言われるときれいだって千葉ガールだけじゃんそういうこと言ってくるバカねモノボーイとかミサボーイとかミサガールとかそういう連中は行ってこないじゃんねうん千葉銀のなんかファンだけがねそういうことう昔から言ってくるんだよねうんだろうんああ うん。ああ <laughs> つるにゃ。うん。モノボーイもあんまり、モノ、モノくん、モノくんだって、ね、モノガールとかもいるだろう。うん。え言ったっていいじゃないって何が言ったっていいじゃないって。言ったって別にいいよああ。言ったって別にいいけど、こっちだって、あの、ブロックすんのは俺の、俺,俺の勝手じゃない。 ブロックしたっていいじゃないうん何言ってんの俺の配信なんだからうんこんなもんねえよくわかんないなんでななんでさ全員に優しくしないといけないのファンだからってね別に俺別に俺がブロックしたことによってファンやめてもらっても俺構わないからぶっちゃけてマジであ昔っから俺言ってっけどうん だってそんなやつってさ別に俺の曲とか好き、俺の曲とかそういうの好き好きだったやっとかでもないだろう、うん。な <coughs> マジでああ、うん、でしょうあ、ん、モノボーイはシャイボーイが多いそれぞれの自由そうそうそうだから別に何言ってくれてもいいんだよ俺に対してうんそうそうそう何言ってくれてもいいんだよ うん、千葉ギは千葉ギンで大変だよ今もう子供できて子供さできてさもうすぐ小学生なんでしょなんか娘さんか息子さんかしんねえけどうんいやまあまあまあいろいろみんな人生ね変わってきてますねうんマジで娘娘か息子かしんねえけどさうんどえ何がどっちなの も相当大でしょみんな大変だよ、うん、俺はずっと寝てるだけだけど最近 <laughs> <laughs> 俺は最近ずっと寝てるだけだけど <laughs> <laughs>、うん、俺は別に大変ではないな、うん、俺が一番大変、うん、いや俺本当に全く大変ではない俺もうずっと休んでるずっとねマジでねなんてやる気出ないんだ モノックーはずっとあそこか、モノックンも大変だ俺、俺だけだよ。ミサゴさんは万問で忙しいし、千葉銀はね、家事で忙しいし。俺だ、俺、俺何も頑張ってねえよ。うん。だって、頑張ってください、いろいろ。頑張ってくださいって嫌だよ。うん。嫌だよ。自分で頑張ろうって思った時に頑張る。うん。知ったこっちゃねえよ。 人に言われて頑張る、頑張ってくださいなんて言われて、頑張る、頑張るやつなんて、バカだから。ね。そんな、そんなさ、自分がない人間だから。ね。自分で決めるんだよ。ね。って思うけど、俺は。俺ね、頑張って、俺、めっちゃ頑張る。俺、頑張ってないっつってんじゃん。<laughs> 俺、マジで頑張って、いや、俺、ほんと、俺、ほんとにね、あのね、俺、み、ほんとに、あの、 36時間密着つけっぱなし配信つけっぱなしにマジでねこの10日間10日間以上だようんずっとやったらマジやばかったと思うよこいつゴミだ本当にゴミじゃんみたいなコメントで溢れてると思うよいやマジマジマジこれは本当にいやマジでうんいや本当にこいつマジで こいつ配信で何か言ったけど冗談だちょっと冗談だと思ったけど本当に何もしてねえんだなってうん今日無気力だったけど配信してくれたじゃんだから今日精神薬とあのウイスキーぶち込んでラリラリって配信したからうんそう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 無理やり無理やり配信したからうんそ,うそろそろね俺もねああ そろそろ俺もねなんか頑張んなきゃなーって思ってからゴミじゃないよ無職なら同じになるということうんいやそうゴミじゃんあ眠くなってきたてうんちょっと眠くなってきた千葉はきっと分かってる何よ こうしてる今も有意義な時間提供してくれてるあーザー有意義な時間遅れてますか僕のこの配信でそりゃそうですよねこんなねあのねゴミ人間こんな天才とね喋れてるっていうこと自体がね 有意義な時間になりますよないやもう酒だってもう俺だって酔っ払ってねえも,んもう今ラリーってっけど精神薬残ってっからもう酔っ払ってはいないようやく冷めてるようん。奇跡やたくさん笑かしてら ね、じゃあ一瞬ゴミ人間いやゴミ人間でもある暇つぶしだよはいもう酔い冷めた大変だね何がちなみにあと10分妄想界奇跡これしっくり私もゴミですほんと冷めんの早いうんだから酒強くなったんだよなんだっけツテアの人だそうですゴミだと思ってる人はいないと思うけどどうしたいやどうしたもんこうしたもん何がだからお前は 普段の俺の生活しないから、本当ゴミみたいな暮らししてるんだよ。最近。マジで。みんながね、一生懸命働いてる中、ずーっとね、家でぼーっと、ぼーっとね、して、本当に。うん、深夜、夜中、朝まで、アマゾンプライム見たりとか。 アマゾンプライム見たりとかさそうそうあ無理やり働くより羨ましいけどな辛そうでしょ、うん、それは羨ましいですいい当たり前じゃん当たり前じゃん勝ち組でしょ明らかに、うん、何か扉開きそうがあって開くわけねえじゃん <laughs> む,ちむしろ扉からそうねあ,あ <laughs> 開けるべき扉から遠ざかってんのが僕だよ僕の暮らしでアマプラいいよねアマプラうんアマプラね最近もねなんかいろいろ見たなんかそうとか見たの俺うんうん休めない時もあるかメリハリ寝たい時寝て痛い時やれて タタイタイマでもっときイマ入手できないもん俺ずっと寝てたいアマプラ入ったよ遠ざかってる、うん、ソんソワ何年目ですかソワはニューヨーク時代からだからまあ多分40年40年目ぐらいじゃないかな40年目、うん。なんかグログロ,グロのやつだよねそうそうグログロのやつ うん、つまんなかった残さん寝と振りが熱いね今ゆっくりできるっていうのは幸せだよいや俺なんか幸せだよほに勝ち組だよ、うん、6月セカーフェスだから前も言ったけど俺出ないか辞退するかもしんないから、うん、呼ばれても、うん、だって毎年毎年で出る必要なくね、うん、まあ出るかもしんないけどうん そう懐かしい怖いビンアマプラにシャイニングあるよあ知ってるシャイニングね知ってるけどまだ見てないうんそう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 うんうんない断るんだあこっちからどうして辞退え毎年毎年さあの出る必要なくねうん単純な話うん 毎年毎年出る人殴れって。うん。千葉銀が出るって言ったあいつだけ出とけよ。うん。またえサトちゃん寂しがりよ。そう。うん。そんって。そんなべったり仲良くねえぞ。うん。ないね。残すべったり仲良くねえぞちなみに。普段から遊んでるわけじゃないし。出ないのか。チャイルドプレイ。 面白いチャイルドプレイああたちの沈黙見てトラウマになりましたお茶バッもらってるが立外何言ってんの最近セカワ新年会にハブられたようなあのヨネズとかいたやつだろヨネズとかあのなんだっけ米田コーヒーじゃなくてなんだっけあれエノンくんかえノンって米田コーヒーって 君んんとかなんかえのんとかなんかいたあの集会だろあなあヒカキンもいたなヒカキンもいたかまあヒカキンは全然いいよヒカキンは俺は好きだからなああ,あ,あそこに爆弾でも落ちれ落ちれよがったんだよななパリッ感ンすごかったやつ あそこに爆弾でも落ちたらね、まあ爆弾さすがに爆弾落ちたらね,ね俺もさすがにサトちゃん死んだら悲しいからなサト、うん、ちゃん以外はもう爆弾でねあまあサトちゃんとヒカキン以外は爆弾で死んじまえばよかったね仲間に張りたいわけねえだろあんなさ俗物 うん、僕はショックだよあんな深瀬君がさあんなね俗物連中とな一緒にいようヒカ,ヒカキンもそうだけどショックだよ僕はあの写真見てショック受けたよ、うん、マジで、うん、爆弾でも落ち落ち落,落ちりやがったんだよあれ本当にやうん 佐藤ちもともとパリピあいつたいやあいつメンヘラだよもともとうん人変わっちゃったけど売れ,売れてから昔はあいつはだって俺と同じメンヘラあったんだよかなりのうん売れてから変わっちまったよちょっとでもまあそれでもサトちゃん好きだけどねそうそうそう うん、まあまあまあ深瀬の話はどうでもいいや沙織ちゃんとかどうでもいいよちょっともう背皮なしやめてどうでもいいから俺うん別に背皮嫌いなわけじゃないよ、うん、とりあえずどうでもいいからああやばいちょっと眠がなってきた寝よっかなもう酒飲んでちょ酒飲んで寝るわ 最後にお茶箔だけみんなからもらってやめるわんで明日ちょっとライブ音源垂れ流したいし、明日明日早くて明日明日やんなかったらまたいつかああうわうん 知らねえや。気分でやるよ。あと五分もある。<laughs> <laughs> 勘弁してくれよ。あと五分もあるとかよ。 なんか面白い話ないのお前らねえろろくなコメントねえじゃん眠そうとかつらそうとかなんかわ話題出せよ来たぞもうわいするよ 次のお茶くで紙幣未解血実験あちゃめすげえ今まだしゃっくり出るうやばいやべえ面白いことないしゃっくりがやべえな治んでなうーモーニングコールのバイトに登録してみたえらいね シャ <laughs> しゃっくりやめてくれちょっとなゲロでそうなるからお茶葉ガーザース大丈夫お前が面白いこと言うよってないが面白いことなんかもうずっと言ってきたらカす、うん、てめえらはんか話題振ってくいが面白いよクソがなんで配信者がいつもさ面白い話題振らないといけいけねえんだ いや荒れてんなって荒れてない時でもそう思ってるよ俺心の中でお茶ありがとうございます、うん、お前が出せっていや俺だから出したじゃんいっぱいお前なんかねえのかよ アイザッスユーチューバーまとめた歌にノコ入ったってことそれ知らんマジでオチマガーザッスえ何い人知らないねえユーチューバーまとめた歌にノコ入ったってそれ何の動画何だそ ホー,ミーズ…知らないお茶の家ズ。ホーミーズってない。ホーミーズって何有名な YouTuber なの知らん知らん知らんホーミーズ知らんテ i k t o k t ックトック。ああきつめ…お茶の家族っす広告で流れてましたえどういうことえちょっと待ってな もねえんんってるよえ、俺ツイッターのリップライとか見てたけツイッターのリップライとかそんなのなかったよお前らリップ送れやリップの動画リップで動画送れやお茶バックアイザース。一つもなかったよあ見たよいやだからお茶バックアイザース。すしゃあないのえいや無許可なもう知っていや知らん知らん知らん初見 著作権とかないかいや別全然いいけどうんツイッターで流れてきたいや俺リップにはなかったリップランにはお茶ばっかあなかった無断点乗り何うん前からあったああやそうなんだへえ前からあったんだ前からあったんだったらいいやツイッターで見たなんだ その何年も前からあったね何年の前のネタとかどうでもいいよ写真だけああしゃっくりがやべえタバコ持ってんのかっこよすぎタバコやめねえとなマジで。 煙草やめねえとな再現指示のツイート見た知らん知らんそれも知らん何それ初見ですやばいしゃっくりやべえな酔ってる いやラリってる今ドラッグやってるからやべえしゃっくりは止まんねえ何からこんなしゃっくりする配信俺初めてなんだけどうわあ,あ 百回したら死ぬのうっちょ次のお茶枠タイムいつこれ何分後なの何分ごとなの30分30分ごとなのあ三30分ごとなんだえー なるほどねそかっかてかそっか30分後とか <laughs> <laughs> ああああああまだやるのいや30分でしょうまた次お茶パば投げてください だから、次でもうそろそろやりますよ。ちょっと次いつ配信すっかわかんないけど。次は、次は、あれだな。次は、あれだな。ライブ音源を、 垂れ流す配信気分が気分だったらまあ気分良くなくてもライブ音源ね俺がこうやってソファーでずっと寝ててライブ音源垂れ流しとりゃいいんだけど垂れ流していいんだぎゃそれでできるからな明日寒いらしいな 知らねえ俺には関係ねえよ家にしかいないんだから俺はずっとね家にしかいないからねえ女とも遊んでねえしな女ともねセックスもしてねえよずっと女にしてよ家にさずっと一緒にいてさねえ寂しい 外出なかったああ遊ぼう遊ぼうってないがねえファンともファンともセックスしてねえようん女にばっかしてるよ <laughs> こんなイケメンもったいないそしてさねえうんほんとになんだようん したいよってね,ねセックス当たり前だろ誰やってしたいだろうなもう俺とうんイケメンが放置さ彼女いてもそう言っててほしい言い訳いねえだろバカ彼女いたら多分彼女見てるだろ <laughs> 俺過去にそういったことあったからねうん彼女っつうかなんか彼女彼女まああの 配信終わった後に何であんなこと言ったのってあそれあれものさんだピアキャスの時だそう付き一応付き合ってかちょっと付き,付き合ってたそう付き合った頃がねなんで配信終わったあとにだから彼女もその時配信者だったから彼女も配信者だったから配信終わったあとにん <laughs> で私のことあんなこと言ったのってあのとそうと当時 LINE とかなかったからメールで。 長文で来た今でも覚えてるそうひものさんだから彼女できたらそう,そういうことは、まあ、言わないよ言わないようにでも言うんだろうなでも言いそうな気する酒飲んだらうん酒飲んだら言いそうな気する長文の <laughs> うん いや、付き合ってた、付き合ってたんじゃないかな。わかんねえ。俺も、なんかもう、昔、昔ばれすぎて忘れちったよ。うん。うん。うん理解ある彼女さんできるといいね。うん愛してるってね。あやふや。 告白。メーヘラは付き合えないやつ。おやすやさい。忘れたか。好きだったっ。ああ。おじゃっぽ。ああ。じゃあちょっとまたね。配信するわ。ああ。残さがああ。また、ちょっと。 まあちょっとすぐはねんていうか眠いな俺ほんとにまあ何だかんだ酒飲んだからかなてかあれか摂取薬飲んだからかちょっとねやっぱ眠いわああああやすやすいやすい あざます。またちょっとね、配信待ってる。またちょっとや、やります。いやー、最近元気がないんで、ありがと、ね、みんなコメントありがとうございます。こんな配信見てくれたらありがとうございます。夜な夜なまで、夜な夜なまでこんな配信見てくれたらありがとうございます。 ああ。夜な夜なまで。あさあ、すみまん。ああ。は、早くて明日、お、ライブ音源垂れ流し配信は、早くて明日、気分で。明日じゃなかったらまた気分でいつか。あ、うん。 まあいつでもねお休み気分で無理しないでねいや皆さんもこんなね配信見てくれてあいつあコメントとかいっぱいようなような見てくれて明日社畜の人とかね学,あの学生の人たちとかああとな あクラス替えとか最悪でしょ。ね小学生のリスナーの人,人とかさ。中学生とか高校生とかクラス替えってあるでしょ。あれ最悪だよなほんとな。クラス替え最悪です。なクラス替えとかあれさ。マジであれさ。あの制度作ったさや,やつやつさ。多分先祖にいるんだろうけど地獄に落ちてるよな。

やっぱ地獄に落ちて死ねよ。ほんとにさ。地獄に落ち,落ち、落ちろよ。なあ、マジで。マジで。なあ、ああ学校が、学校自体も古い。いじめられか守られて。いや、ほんとに地獄、死ねよ。地獄に落ちろよ、全員。 ああ杉の木植えたやつをすだってす杉の木植えたやつって誰か死ねえけどまあ杉の木は悪くないけどね別に俺そんな花粉ないから別にいいやああ <laughs> ああ俺わかる好きな人でグループ作ってってなあ死ねえよな俺先生とな俺先生となったからね本当に 俺先生と、毎回、毎回じゃないけど、先生となってた。<laughs> 率多かったから。今日どれのジュース飲むよね。あ飲んで。それ嫌だった。ああ。ああ。じゃあ、いや、終わりに進みます。いや、シャックに治ってないんだよ。シャックに治ってない。 じゃあ皆さんね終わりします水の飲んで、えー、休み時間は寝たふり俺と同じ図書室行ったりとかね休み時間はねいやホントに地獄のパーティーパーティーの幕開けだ地獄のパーティーの幕開けしゃっくりが止まんねえんだよ 地獄のパーティーの幕開けだよほんとに俺たちニートには関係な,いなくてすいません俺たちニートにはね関係なくてすいませんなああ地獄のパーティーねたの楽しめないと思いますけど応援してます今だけああ多分この配信が終わった頃にはもう応援してない 今この瞬間だけ応援してるよマジでこんな時間まで俺の配信見てくれた人だよねえこんなさ深夜4時13分か4時13分までさねえ見てくれてさそれは応援応援せざるを得んねえようあ <coughs> うん。あ 死にたくなったらふふんばるうん3時でやってないよじゃあさよならまた明日早くてまた明日久々に僕が見えてよかったねまた宇都宮またねさよならあーとね ありがとうございますコメントもね見てくれてありがとうねありがとうございます本当に皆さんちょっとこの後ちょっとねすぐ寝る寝ちゃうかもしんないけどうん、なんか寒いんだよなほん,とほんと寒いてか寒いね皆さん風風とか気をつけて風とか気をつけてなんかすげえさ寒いんだけど おだって俺さ 32, 32度だよ32度だよ風速とか結構やべえぜうん32度の暖房で風速こんなガンガンだよなに寒いの風邪いいなんだこれじゃあとりあえずね はい <laughs> <laughs> 風風邪いてないよな能さんこそ気をつけて雪って何言ってんのお前余裕はさないだ配信中に風邪いてじゃあねさよならバイバイまたちょっと配信近々またできるようになんか頑張れたら頑張るよ頑張ってバイバイさよならまたはいありがとうございました おつのっこです久々にああし楽しかったんだけど <laughs> うん楽しかったよありがとうね、うん、おやすみなさいバイバーイ,ーイバイバーイじゃあね <laughs>、うん、みんなありがとうねほんとにうんうんいやほんとにみんなありがとねうね、ん、みんなほんとにありがとううん あっとね、ゆっくり寝てねいい,いい夢見れるようにね。